はい、どうもアニマルパテモソでございます。というわけで今回はこの水槽、はい、レッドロックの入っている、はい、水槽にリセットして、まあ、レッドロックそのままなんですけど、ポリプが、はい、大きくして販売しちゃおうと思っているポリプテルスエンドリケリー5匹がこちらに入っております。仲いいですね。5匹がこんなにも仲良く隅っちょの方で、はい、重なっております。皆さん順調に育っております。元気にしておりますよ。まあまだ来て一月も経ってないんでね、まだこんなもんですけども、まあ3ヶ月4ヶ月もするとどでかくなっているんじゃないのかななんてね思っております。まあこれは30センチぐらいになったら、はい、240センチ水槽の資金のために、はい、販売したいかなと思っております。まあそういうのはね、またあの240センチね、240センチ水槽の企画の方で発表したいと思いますので、ただいまリセットしたレッドロックの60センチワイド水槽の方にポリプテルスエンドリケリー5匹が引っ越したということでございます。でこちらのこの水槽こんな感じになっております。流木をたっぷりと入れておりましたけども撤去しまして、今この中には先ほどのエンドリケリー5匹と、はい、出てきましたね。でミャンマーレッドフィンスネークヘッドが1匹、はい、入っております。あと右上の照明のところ辺の近くにひらひらと見えてますけども、バタフライフィッシュもここの水槽に入っております。でですね、まあ、なんでこの水槽を今回取り上げたからと言いますと、まあリセットしたから取り上げたというわけではなくって、明日、うん、この水槽にとあるお魚を2匹入れようかなと思っております。そのための準備もあったんで本日リセット、本日は昨日ですね、リセットして今日から生態を導入しておる次第でございますね。ちなみにこの水槽めちゃくちゃ調子いいです。水質も悪くないです。でどうやって管理しているかと言いますと、まあ左の方にある底面フィルター、はい、ブクブクってエア出てますね。底面フィルターとその手前に出ている吸い上げている上部フィルター1個60センチ用ですね。で右の方にスポンジフィルター1つ、そしてその手前にパイプが出てますけども、そこのところは、底面フィルターに水中ポンプをつないで上部フィルターでろ過しております。はい、両端からまあ底面フィルターで吸い上げているような形になってますので、結構なろ過力があるんじゃないのかな。まあ生態も少ないんでね、そんなに水が汚れません。水替えまでほとんどしてません。うん、今まで立ち上げてから2、3回しかしてませんけども、まあ汚れてないですね。うん、そんなに餌も多く食べるような生態もいませんので、今までいなかったんでね。うん、まあですが、リセットをするにあたって水を、まあ3分の1ぐらいまで減らして、はい、新しい水を入れて掃除をいたしました。はい。まあ、ここの水槽に入れる時点で、240センチ水槽。はい、ために購入したお魚さんでございます。とりあえずここのところはブリード用というか成長させる用の魚を一時的に飼育する水槽として使っていこうかなと思っております。まあ、本当はねちょっと90センチ水槽はそれに使いたかったんですけど、うん、準備するちょっとタイミングもなかったのでこれにしときました。というわけで明日お魚が来ますよという動画でございました。というわけで明日何が来るんでしょうか。まあ育てて240センチ水槽の資金になってくれればいいかなと思います。ただ飼育は楽しいのでね、楽しんでやっていきたいと思います。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。